皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、最近再開させていただきました週刊漫画売上ランキングトップ30やっていきたいと思います。というわけでね、今回でまあ完全にペースが、まあ、次回からかな、戻るかなというところで、ちょっと最近週刊漫画売上も2本ぐらいボンボンと上げてたんで、まあ、若干の期間を置いて今が、火曜日かな、上がってると思いますけれども、またまあ毎週土曜日ぐらい、まあ、土曜日にね、いつも最新の週のランキング出るんで、まあ、土曜日か日曜か、まあ、遅くとも月曜、ここに毎回週刊漫画売上げて、月刊漫画売上げですね、毎月その月変わって1週間ぐらい経つと出るんですよね、その前のランキン月のランキングがね。っていうとこで、まあ、4月の7日ぐらいだから3月の月刊漫画売上げとか、上げて、あと今月発売のおすすめ漫画紹介という毎月2回やってるとこ、ここは絶対にやっていこうかなと。で、漫画の購入品紹介とかだけもうちょっと待っていただきたいな。あと本棚紹介とかもね、見たいよってところは、まあ、本棚紹介はちょっと時間見つけたらやるかもしれないんだけど、そう、あのね、僕結構マジで漫画今全然まだ追いつけてないんですよね。今追いついてるような段階なので、まあ、これ、ね、全部整ったら、まあ、完全にそこのペースは戻るかな。ひとまず漫画売上げのとことかは、まあ、今回の次からもう完全に、ペース戻してやっていこうと思ってますね。よろしくお願いしますというところなんですけど、今回なんてもね、面白いですね。最近の週刊漫画売り上げ、なんかね、面白い時とね、まあなんかまあ別にっていう時と結構差があるんですけど、今回はね、非常に面白い結果かなっていうところでね、ブルーロックの最新刊とか、エピソード9のね、映画が決まったやつとかね、それも決ま、初動売り上げ出てますし、あとね、来期アニメ化する超注目作がね、なかなか、いや、大丈夫かみたいな感じの売り上げだったりね、まあ、そういう面でもね、注目の、ランキングがあっていうことで、30位から、どんどん紹介していきたいと思います。では、まず第30位です。30位。シャングリラフロンティア、12巻、エキスパンションパス、クソギャンター、神ゲーに挑まんとするという項で、これシャンフロの特装版かな、これ初動17,889部という、これシャンフロもね、アニメ化、今年だったか来年だったかという、まあ、シーズン C という項ね、僕も非常に楽しみにしてますけどね、はい。これはマガジンでね、コミカライズやってるという、その、売り上げが30位、17,889部となってます。では、29位です、29位。ブルーロック22巻という声ね、こちら 18,765 部売れまして、累計で 417,233 部という相変わらず非常に売れております。で、やつ28です、28位。魔王城でお休み24巻という初動21,103部という子はね、魔王城なんか2期リークみたいになったんだろうね。まああれ完全嘘というかガセ情報だったんでしょうね。なんか僕見たんですよね。なんか当初もう2期決まってますみたいな感じで、もう海外リーク情報だったか忘れましたけど、まあ2期来なさそうだねこれね。まあ来たら結構サプライズかなと思いますけどね。ノンレム睡眠、レム睡眠ってもう超中毒性の高いオープニングでね、僕もなんか急激にいきなりハマるっていうなんか謎の現象が起きたんですけど、これまあ緩くね、僕サンデーで週刊連載読んでますけどね。はい、28位となってます。で、やつ27位です、27位。どうせ恋してしまうんだ6巻という声ね。高難所が出てるんだ。こちら初動27,155部となってます。で、やつ26位です、26位。とにかく可愛い23巻、トニカですね。こちら初動21,141部というところでね。まあ、さすがに23巻まで来るとね、だんだん初動も落ちてきてるような感じがしますけどね。トニカは2期もやりますし、やっぱりね、作画は正直アニメ怪しいんですけど、話は本当面白いんでね。もうまたね、非常に楽しみだなと思ってます。では、25位です、25位。薬屋の独り言、11巻という、これね、薬屋、22,112部売れまして、累計で296,479部という、これね、俺めちゃくちゃ売れてました。アニメもね、楽しみですよね。では、24位です、24位。魔界の主役は我々だ、13巻という、これね、こちら22,245部売れまして、累計で85,717部となってます。では、23位です、23位。自爆少年花子くん19巻という、これ、こちら、初動、初動じゃない、22,821部売れます。累計で187,571部となってます。では、22位です、22位。ドラゴンボールスーパー20巻という、これ、こちら23,361部売れます。累計で167,376部となってます。では、21位です、21位。甘神さんちの縁結び9巻という子ね、こちら初動23,777部という子ね、これもアニメ化待ったなしかなと思う。そうそうアニメ化発表来るんじゃないかなと思ってますけれどもね。で、アニメ化したらね、結構人気出るんじゃないかなっていう。まあ、高蘭市さんなんで、マガジンなんでね、まあ、僕はいつも文句垂れてますけど、まあちょっとね、制作会社考えてもらえたらなっていう。ね、この前もね、彼女をね、2期ね、制作陣がもうガラッと変わるみたいな話なんですけど、結局制作会社は、ああ、そこなのかみたいな感じで正直あったんでね。マジ頼みますよ。はい。もうフィールとかやったら一番嬉しいかな、僕はね、甘神さんはね。はい。
ではここからトップ20ですね、入っていきます。では20位です。20位、からかい上手の高木さん19巻という子ね、こちら 25,434 部売れまして、累計で 51,376 部となってます。では19位です。19位、控えめに言ってもこれは愛。おお、なかなか愛なタイトルきましたね。3位ってなんだ。3巻、25,733部初動でいってます。では18位です。18位、この前完結迎えました化け物語21巻という子ね、こちら初動 29,281 部っていう、最終巻まだかなっていうところですけど、僕もすでに完結前読みましたけどもね、もうコミカライズも化け物語シリーズはもう完全にあれで終わりなのかな、またなんかやるんかもしれないですけどね。うん、まあでも非常に面白かった、ものすごくね、あの画力も高い素晴らしいコミカライズなんでね、本当おすすめですよ。はい、では次17位、参りました、イルマくん31巻という子ね、こちら 33,741 部売れまして、累計で 129,901 部という子はね、アニメ早く追いつかないところが言ってたんですけどね、あのいつの間か終わっちゃってたというところで、まあ、僕もしっかり見ましたよ、最終回までね。で、まあなんか明らかに続編が来そうな終わり方でしたけれどもね、はい、まあ続編来るんじゃないかな、これはね。うん、というところで、まあ心待ちにしておきたいなって感じです。では次16位、16位。黙示録の4騎士11巻という子ね、こちら初動 33,860 部という子はね、初動、まあ、もうちょい上がってもいい気はしますね。まあ、これもかなり注目はされてると思うし、まあ、アニメからかなり晴れそうな、アニメね、キービジュアルね、もう7つの大罪からずっとね、恐ろしいことにね、3期、4期と映画とか、なんかエジンバラなんとか、やばかったね、マジで CG の。うん、とんでもないなと思ったんですけど、これ良さそうなね、サッカーもね、非常に楽しみにしてます。はい。7つの大罪、制度続編というふうになってますね。では、次15位です。15位。筋肉マン81巻という子ね、初動 33,939 部という子ね、筋肉マンってまだ続いてたんだみたいな話をこの前したんですけど、なんかアニメかなんかリメイクなんかやるみたいですね。うん、僕見てみようかなと思ってます。なんか昔見たけどね、もう忘れちゃったわ、懐かしいね、めちゃちっちゃい頃見てたけどね。はい、では次14位です。14位、魔法使いの嫁19巻という子ね、こちら、35,404 部売れまして、累計69,898部という子、来期から2期やりますというとこなんですけど、魔法もね、僕見たことなくてね、面白いんでしょうね、多分ウィットサジオだったんですよね、確かね。ちょっと見るの、楽しみにしてます。はい、では次13位です。13位、はじめの一歩137巻という子ね、こちら初動37,384部という子ね、137巻というのはすごいですけどね、初動は4万部弱となっています。はい、では次12位です。12位、カッコの稲付け16巻という子ね、初動38,821部ということで、もう売れてんじゃないですかね。えなんか前初動が下がったみたいな話をした記憶ありますけど、売り上げ戻ったか、なんかそんなような気がするけど、あれ待って、前どうだったっけ、初動なんか若干戻ったんじゃないこれ。もうカッコダメだなとか言ってね、もうアニメもね、なんかやばかったし、はい、15巻の初動が 23,327 部、14巻は 57,648 部、ずいぶん違うな、13巻 38,000、 あ、戻ったじゃん、前回下がったとか言ってましたけど、あ、戻ったですね。はい、アニメも荒れてましたね。あの原作ファンは怒ってたんじゃない、で原作ファンだったんですけどね、なんかファンじゃなくなるっていう、でも単行本もうここまで買ったから買うかみたいなそういう状況なんですけど、ね、最近どうなんですかね、ちょっとまたこれもね追いつきたいなって感じですけど、なんせね、僕気づいたらね、漫画2ヶ月分溜まってたよ、やばくないそんなさ、追いつけない、週刊連載8話分よ、だからさ、単行本1巻分ぐらいのがさ、だから漫画雑誌だったら僕基本どの雑誌も15作品ぐらい見てるんで、だからさ、15巻分な、何巻分溜まってんだみたいな状況になってんでね、はい、順番に見てるんですけど、今ジャンプをね追いついてるところなんですけど、はい、まあ格好は12と。では次11です。11位、シャンフロ、あ、これ通常版ですね。特装版と合わせたら5万部、6万部ぐらいか。非常に売れてるなっていうところね。はい。初動42,031部となってます。はい。では、これトップ10でいきます。第10位です。第10位。ファイブスター物語、17巻というこれ、ね、43,508 部入れました。累計で152,723部という、前回初動も10万部超えてて、非常にやっぱ売れてるなっていう感じだったんですけどね。今回も10位にランクインしてます。では、第9位です。第9位。推しの子11巻。まあこれがね、僕が冒頭でも言ってたサムネにも書いてある、なんかその注目作品。初動、あれってなんか意外と言ってねえなっていう、なんか印象というか、そう、この後に出てくる作品と見比べるってね、あれって、うん、あれこれよりも売れてねえかみたいな。僕正直思ってんですけど、
10巻がね、初動63,070,000部、9巻は初動76,882部、8巻が初動56,301部、あ、違う、これ8巻は初動61,700部か。初動いつも5万部いってたんですよね。僕もっと売れてたけど、6万か7万ぐらいいってんなっていうイメージだったんですよね。だから2週目大体10万部超えてくるみたいな。調子悪いんじゃないこれ、うん。今回期間が、言うの忘れてたけど、3月13から19っていうとこなんで、星の子は発売になってから何日経った？これね、その初動何日経ったかっていうのも結構影響はあるんですよね、やっぱりね。その売り上げにね。3月17だから、あ、だから3日間か。まあだからね、結構一番最低ぐらいの少ない日数ではあるんですけど、なんかさ、僕のイメージとしては、別にこれが少ないわけじゃないんですよね。別にその4万部売れって、そんななんかとんでもない売り上げかっていうわけじゃないし、あの、売り上げ半分になったとかそういうわけでもないんですけど、もっとさ、アニメ化に向けて、めっちゃ注目されてるんじゃないですか、アニメ。だから普通に初動10万部とか行くんじゃねえのっていう、なんかだからアニメが始まったら売れるのかなと思うんですけど、なんか今でももっと売れてもおかしくないかな。だからアニメ化前にちょっと読んでみるかって人がいてもおかしくないかなと思うんですけど、まあだから1巻とか実はね、積んでるんかもしれないんだけど、そう、11巻の売り上げ伸びてない。まあ結構ね、なんか最近よく私に聞くのはね、推しの子は1話がピークになるんじゃないか、だからピークだよねとか、赤先生ってなんか最初は面白いねとか、なかなかえぐい話をいろいろ聞いてるんですけれども、そう、推しの子ね、僕最近だから読めて、まあ、2ヶ月分とか全部溜まってるから、まあ、そのあんまそこは言えないんですけど、まあ、僕はどの章も面白いと思ってるけどね、まあ、最近ね、推しの子は結構賛否が分かれてるようなイメージは僕は正直あるけどね、まあ、ちょっとまた読んでちょっと感想はその辺言いますけど、でもちょっと初動を思ったより振るってないかなって、アニメ始まってどうなるのか、まあ、ここはかなり注目ポイントというか、まあ、僕は正直ね、爆売れすると思ってんですよ、アニメ始まったら。でもなんかこのアニメ化前に売り上げが落ちてるっていうのはね、ちょっと大丈夫なのかなっていうのは正直思ってるところではあります。はい、表紙もこんなにね。はい、では第8です。第8位、夜更かしの歌15巻という、こうね、そうなんよ、夜更かしの売れてるんよ。まあ、アニメ効果もあるんですけどね、もともと売れてる作品だけど、これね、まあ、初動46,206部という、まあ、それでも初動5万部はいってないと。では第7位、第7位、怪獣8号9巻っていう、こうね、まあ、あんだけボロクセに叩かれてる怪獣8号3週目の売り上げの方が売れてるっていう、57,188部、累計351,746部という、これね、やっぱ10売れてますよね。はい、では第6位です。第6位、ウマ娘シンデレラグレイ10巻初動51,181部で、ウマ娘も売れてるんですよね。まあもともとウマ娘はちょっと売れてたかなって感じはするんだけど、まあ、6位、まあウマ娘もね、アニメロード・ザ・トップという意味やってるウマ色もあるからね、まあそれ売れるかなって感じはするんですけど、シンデレラグレイもね、アニメ化してほしいですよね、早くね、っていう感じがしています。なんかでロード・ザ・トップはなんか全4話らしいですね。そう、それだとやっぱ同時視聴には入らないけど、まあ依然として楽しみではあります。はい、ではこれトップ5やっていきます。第1位です。第5位、来ました、ブルーロックエピソードなぎ2巻というところでね、初動84,402部という、これさすがっすね、劇場版やる作品さすがやなっていう、これめっちゃ売れてますね、これ。ブルーロックエピソードなぎって1巻どうだったんだ、1巻の初動が、ええ、マジこれ、びっくりした。あれ、1巻の初動44,996でめっちゃ上がってる。ちょ、びっくりした。なんかね、2週目の売り上げで2万部ぐらいとかでどんだけ上がってんのと思ったら、1巻の時がね、初動が4万5000部ぐらいだったのが、もう倍ぐらいだったね。すごいな。はい、とんでもないかなっていうところで。ブルーロックもだから発売から3日っすよね、多分。3日じゃないかな。16だから発売から4日か。4日っすね。まあ、若干条件いいか。いや、もうさすがっすね。まあ、映画ね、なんか100億いくんじゃねえのみたいな話も聞きましたし、まあ、僕はやっぱマジ30億とか言ったらとんでもねえ。30億いくみたいな結構予想多いんですけど、いや、でも僕正直10億いくだけでめちゃくちゃすごいなと思ってるんですけど、あんぐりすぎっすかね、これね。
楽勝で30億とかいくのかな。ちょっと僕ね、どんそれ実際でこのスピンオフの映画そんなヒットするかって思っちゃうんだけどね。やっぱ呪術廻戦ゼロとかはもうほんとめちゃくちゃ面白いってもともとめっちゃ言われてたし、僕も読んだ上でめちゃくちゃ面白いと思った。もう呪術廻戦なんか一番面白いんじゃないかって言われるようなエピソードだったから、それはさ、でマッパがあのクオリティでやったらそれヒットするよねって、それは分かってたんですよ。でも100億いくとは思ってなかった。100億いったらすげえなと思ったけど、もう50億がいくんじゃねえかとは言ってましたけど、っていうのが結局130億でしょ。っていうことを考えるとね、ちょっとわかんない未知数なんですけど、まあ、ワンピースの映画とかもさ、正直あんな200億以下近くいくとは、まあ、思ってなかったんでね、いやまさかの100億とかいっちゃうのかなとかいうのもありますけど、まあでも30億とかいったらもう僕はものすごく嬉しいですけどね。はい、まあちょっとこれ気になるんでね、あの僕も単行本買って読もうと思ってるんですけど、スピンオフですね。まああのエピソードなぎっていうか、なぎ視点の話みたいですけどね、別漫画でやってますね今ね。はい、まあ連載中というところですけど、劇場も決定しますんで、はい、皆さんもぜひ読んでみましょう。で第4位です。第4位、ワンピース105巻ということで、108,871部売れまして、累計153,2266部という3週目になっても10万部以上売れてる化け物ですね、マジで。ワンピースはね、ほんとすごかったな。まあ、でも映画あそこまでヒットしたらやっぱ思わなかったな。まあ、音楽の力、まあ、フルに活用したっていうことだけど、まあ、呪術廻戦上回ったのもびっくりしたし、むしろもう大幅に上回ったからね、すごいわな、やっぱ。だって105巻だよ。それレジェンドだけど、ワンピースってもちろん。105巻までいってる作品のさ、映画がそんなヒットって怖いよね、もはや。すごいわな、やっぱり。はい。まあ、というところで、まあ、原作もめちゃくちゃ売れてる。まあ、面白いですからね、原作もね。はい。第4位になってます。では、第3位です。第3位。呪術廻戦22巻という号ね。こちら129,959部ありまして、累計で103,7341部、ようやく、ね、100万部、呪術廻戦も超えてきて、今回ね、ワンピースと逆転した、ような順位になりましたというところですけどね。まあ、呪術廻戦もね、最近面白くなってきてるというところで、ね、まあ、2期、楽しみですね。はい。まあ、監督が変わって、まあ、若干不安というかね、新人さんなんで大丈夫かとか言ってたんですけど、まあまあ、大丈夫だろう。というところで、まあ、大丈夫だろうと思ってね、非常に楽しみに待ちたいと思います。はい。では、第2位です。第2位。早々のフリーレン10巻という子はね、早々のフリーレンさすがっすね。初動145,514部ということで、相変わらずめちゃくちゃ売れてますね。やっぱ早々のフリーレンってやっぱ僕ね、最初が一番悪いんじゃないかなって正直思ってんだけど、まあでもこれはめちゃくちゃ人気だし、アニメやっぱ楽しみっすよね。9巻の初動が155,290部か。めちゃくちゃ売れてんな。143,240部、8巻の初動。わあ、すごいっすね、これね。9巻もっと売れてるわ。特装版もあるからね。あ、これ期間の問題もあるんだけど。まあ非常に売れてますね、やっぱりね。はい。まあアニメもね、ほんと楽しみだな。でもサンデーのもうエース格になってきてますけどね。まあコナンがあるんでね、サンデーはね。あれですけど、まあ、非常に人気作、アニメも楽しみです。もうね、1話ね、やっぱ絶対泣くと思う。結構不滅パターンね、1話。あれ、不滅パターンで言ったらあれなんだけど、そう、1話は絶対泣くみたいな。不滅はあれ以降も泣く。まあ、ソースのオリビアもね、まあやっぱ結構泣く良さは多いかなと思いますけどね。はい。うまくアニメやったらやべえ作品になるかなと思ってるんで、ほんと楽しみです。はい。そして第1位発表していきます。まあ、ここまで正直第1位なんて皆さん分かってるかもしれないけど紹介します。第1位ブルーロックきました。23巻、初動、惜しくも20万部いきませんでしたが196,726、第1位というね。まあそれはそうっすわね、それはブルーロックだろっていう感じ。このラインナップだったら、まあやっぱね、まあ、あの今期と、まあ、前期で2クールにわたって今やりましたけど、本当にもう大ヒット。まあ、正直、エンバウレ以外も、もう爆発的ヒットと言っていいんじゃないかなと思いますし、まあ、原作の売り上げが特にすごくてね、累計部数2400万まで結局倍以上になったのかな。もう音も1000万部ぐらいだったね、アニメの時はね。倍以上になって、月刊漫画売り上げも3ヶ月連続1位、全部100万部超えっていうところでね、とんでもなくなりましたけどね。22巻の初動がね、今、こんな少ないわけないな。ブルーロックもランク入りすぎてて、なんかそんな22巻の初動が78,000とか、え倍10万。そうだよね、なんかブルーロックってさ、もともと初動10万部ぐらいイメージあるんだよね。5万、えやばいなこれ。初動やばいことになってる。2から4倍ぐらいになってるよ。とんでもないことになってます。まあね、ちょっとブルーロックにしてはもっと売れていいんじゃないかと思う人いるかもしれないんだけど、やっぱね、呪術廻戦とかワンピとか異常だよ、正直。この初動売上。100万部とかいくからね、ワンピ余裕100万部いってましたからね。とんでもなかったんだけど。
まあ、ブルーロック、まあ、すごいね、ちょうど2倍になってるっていう。今回も発売から4日間か、うん、っていう中で。とんでもないっすね。はい。まあ、これぞ、ね、もう社会現象で言っていいんじゃない？まあ、テレビとかはそんなやってないかな。うん。まあ、でも学校とかで流行ってるって聞いてますし、まあ、エピソードなぎのね、興行収入も期待がこうやってやると膨らむかなと思いますしね。ほんとね、アニメね、2組目もめちゃくちゃもう面白すぎたし、やっぱ制作陣のこだわりもすごかったっすよね、アニメに関して。うん。で、まあ、原作もその売り上げついてきたっていう。まあ、原作も今ほんと面白いところね、ずっとやってアンダー20ってやってるんですけどね。はい。まあ、アニメ2期ももちろんめっちゃ楽しみだし、映画はもうちょっと僕正直、もちろん映画内容もそうなので、興行収入どんぐらいいくんだろうっていう、なんかそのなんか期待というか、不安というか、まあ、そこはね、すごい楽しみに、してますからね。ブルーロック圧巻の1位、そしてエピソード内容もね、初動8万4千円2部という、これ、まあ、どっちもね、もう売り上げも2倍ぐらい、もう、たったね、この、発売前の3ヶ月ぐらいでなってるという、これ、はい。もうすごいアニメ効果なんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回の週刊漫画売り上げランキング期間の方が、3月、13日から19日までのトップ30ですね。以上となります。この下駅ありがとうございました。またね、引き続きここから毎週土曜日ぐらいに上げていけるように、頑張っていきますので、その漫画売り上げのお楽しみにお待ちいただけたらと思いますしね。あと明日かな、多分明日ぐらいに漫画大賞の結果出てるんで、それも上げますので、それもお楽しみにお待ちいただけたら、ぜひ漫画好きの方はチャンネル登録、高評価してください。嬉しいです。ということで、本日の動画は以上となります。この下駅ありがとうございました。